阪神は今季2度目の10連勝で優勝マジック2とした。79勝44敗4分で03年以来、20年ぶりの貯金35。うおお。完璧や。あっさり終わった。10連勝、とりあえず M に。強いわ、これは優勝するチームだわ。M1 クルー。マジック1で明日勝って優勝あかん、綺麗すぎる。シナオリアが手加減してくれんか。ちょっと本当に異次元やなぎり知らんけど、2003年より強いやろこれ。マジック1で先に広島が負けたらどうすんの。試合中に胴上げするんか。あかん、あれしてまん。9月負けなしは明らかに異常だわ。ブーストすごすぎる。これカープ負けて明日決めたらなかなかの奇跡やぞ。9月負けなしはほんまにえげつない。広島がまさか連敗するとはな。選手は明日勝って決める気満々やろ。おい、岡本マジで阪神ファンだから打ってない説あるだろ。甲子園で決めるかビジターで決めるかは天と地やぞ。さすがにもう優勝やな。ここからまくられるのは見たことないわ。てか2週間前時点でマジック18ぐらいだったら減り方異常。でも1にすれば明日自力で決められる。明日勝って気持ちよく決めよう。